パキスタンの地図と事故の発生地点エアブルー202便墜落事故は2010年7月28日9時41分パキスタンイスラマーバード近郊において着陸途中であったエアバス A321 から200型機が丘陵地帯に墜落した航空事故である。エアブルー202便はパキスタンの格安航空会社であるエアブルーによって運航され カラチのジンナー国際空港を出発し、ラーワルピンディのベナジルブット国際空港に到着する予定だった。乗客乗員152人全員が死亡し、パキスタン史上最悪の航空事故となった。また、エアバス A321 型機における初の死亡事故となった。この機体は、アエロロイドとアエロフライトの2社で運用された後、2006年にエアブルーに引き継がれた。 操縦は機長が担当していた。アエロロイドで運行されていた時の自己機フライト自体はアプローチ海島では順調に進んでいたが、コックピットでは離陸後からすでに後の3時の一員が発生していた。上昇中、機長はエアブルーの車内規定にも反する行為であるにもかかわらず、副操縦士に対して辛辣、高圧的、 否定的な口調で知識をテストしていた。この指導は断続的に約1時間続き、副操縦士は意後萎縮してほとんど喋らなくなった。これが原因となり、後に機長がミスや違反をした時にも、副操縦士は反論せず黙認し、危機的状況に陥ったと認識してもなお、操縦を変わろうとしなかった。 機長は巡航中、到着空港の天候が悪いことや滑走路12が使用されていることを把握し、準備を行った。着陸空港へのアプローチは、サークリングアプローチ方式が取られた。標準的な手順の場合は次のように行われるはずだった。まず着陸する、滑走路と反対方向の滑走路30の ILS を補足し、 滑走路30に向かって降下していく。最低降下高度で水平飛行に移り空港を目視できたら進路を左右どちらか45度に取り30秒間飛行して滑走路との間隔を取る。これをブレークオフという。次に滑走路と平行に規定の秒数だけ進み最後に百八十度旋回して滑走路十2と整体し着陸する。 ウェイポイントの入力などを行うためのマクドただし、ベナジルブット国際空港では、南側からのサークリングアプローチは許可されておらず、経験豊富な機長も、そのことを知っているはずだった。にもかかわらず、機長は、北側の天候の悪さと低い運転を理由に、南側からアプローチを行うことに固執し、3回も、管制官に要求して断られ、最終的には、 北側からのアプローチに入った。墜落までの飛行経路のイメージ。青、標準的侵入経路。機飛行しようとしていたと推測される経路。赤、実際に飛行した経路。黒、車線、飛行禁止区域また、機長はこのアプローチを独自に作成した、ウェイポイントを頼りにした、ナブモードで行おうとしていた。独自のウェイポイントは、PBD という種類のもので、 PBD8 から11まで作られた。このうち PBD10 は滑走路12端から直角に5回リミギの位置に、PBD11 は CF から直角に5回リミギの位置に設定された。これらは有視海侵入における制限空域を逸脱した位置にあり、PBD11 は不幸なことに墜落地点のすぐそばだった。これらの誤ったウェイポイントの入力は、 機長の指示によって、副操縦士が言った。また入力中、機長は、滑走路30と平行に35回に進み、CF と並んだら、CF に進路を合わせるとブリーフィングを行った。これは規定の手順に反するものだったが、副操縦士が反論することはなかった。機長が、このようなナブモードを用いた、アプローチ方法を準備していたのは、 指定の悪さを考慮してのことだった。しかし、本来ブレークオフから着陸までは、ずっと空港が視認できる状況でなければならず、ナブモードではなく、直接方位を選択するモードを用いて、飛行すべきだった。ILS による、降下中、機長は、高度2000フィートまで降下させようとしたが、最低降下高度が2510フィートであると、 副操重視が注意し、機長もこれに従った。また、この時、競合他社である、パキスタン国際航空の先行機が3度のやり直しの末着陸に成功したことを知った。これによって、着陸に対する心理的プレッシャーが高まった可能性がある。指定の低さによって、空港の死人は遅れ、ブレークオフの開始も遅れた。管制官は同を認し、 北側アプローチに入ったこと報告するよう求めた。同期は指示通り右旋回を行って北側からのアプローチに入った。その数秒後、高度は最低降下高度を下回る2300フィートにセットされ降下し始めたが、今度は複操重視は反論しなかった。ブレークオフに入った後、機長はタワー管制官から悪天候時の周回侵入を 行うことを提案されたが、何とでも言わせておけと言って無視した。これらのボイスレコーダーに残った発言やフライトの再現から、機長が標準的なサークリングアプローチではなく、事前に入力したウェイポイントを通過するアプローチを飛行しようとしていたと推測される。機長はナブモードで行くと述べ、副操重視がわかりました。しかしビジュアルですかと聞くと。 ビジュアルだ。と答えたが、しばらく機体は HDG モードのまま方位352度へ飛行していった。滑走路からすでに3.5回り以上北東に離れたところで方位300度にセットされ左旋回を行った。さらにその11秒後、HDG モードからナブモードに切り替えられた。A320 シリーズのコックピット。 中央の三角形のマークがついた白いノブが、ホイノブ。押した状態と引いた状態で異なる二つのモードを持つ。衝突の69秒前に、三角の接近を知らせる、テレインアヘッドという移動ポーズの最初の警報が鳴り、副操縦士は、左旋回をするよう求めた。この時点までに、機長は、精神的に非常に苛立っていたことが会話の様子に、現れている。 十数秒後、管制官から空港を視認できているか質問されると、副操縦士はすぐに返答せず、機長に対し、なんて答えましょうかと聞いている。再度、地表を視認しているかと聞かれた際には、見えていると返答したが、このやりとりから、すでに二人とも空港を視認できていなかったことや、地理的方向感覚を喪失していた可能性が、推察される。 一方で、そのような状況でもレーダーに誘導支援を求めることはしなかった。副操縦士が再度、山岳の接近を警告すると、機長は、左旋回すると言いながら、方位ノブを左に回し続けた。しかしナブモードの状態でノブを回しても機体が旋回することはなかった。旋回させるにはそのノブを手前に引き、HDG モードに切り替える必要があった。 ここに至るまでの苛立ちや混乱、不安からパニック状態にあった機長は手元をよく確認せず、このような初歩的な操作さえ失念していた。衝突の40秒前、ようやく機長はノブを引いたが、ノブは回されすぎて087度にセットされていた。そのため、オートパイロットは左旋回するどころか右旋回を始めた。 衝突の39秒前にさらに危険が差し迫ったことを示すテレインアヘッドプルアップという異号ポーズの警告が鳴り出し、副操縦士は左旋回し、上昇してください、機種を上げてください、と発言した。しかし機長との間に作られた心理的な壁に阻まれ、自ら操縦を交代するという積極性は見せなかった。 機長は以前としてマニュアル操縦に切り替えることなくオートパイロットのみで方位と高度をコントロールしようとしていた。高度は3100フィートにセットされ上昇し始めた。水力は一時 MCT にセットされた。方位の部はさらに回され例にごとにセットされており、以後墜落までこのままだった。衝突の十四秒前、機長はオートパイロットを解除し、 操縦管を左に目一杯倒した。なぜ左に旋回しないんだとも発言した。機体は右旋回から一気に左52度まで傾いた。また、機種下げ入力も行ったので高度は3110フィートを境に降下に転じた。最終的な衝突時の高度は2858フィート、降下速度は3000フィート、分だった。 衝突地点は空港の北北西9.6回りだった。衝突前最後に記録された副操縦士の言葉は基調を落ちています。落ちて、だった。航空管制官は悪天候とトラフィックにより多忙だった。ベナジルブット国際空港は軍民共用空港であり、タワーはパキスタン空軍が、レーダー管制はパキスタン民間航空局が行っていた。 後続機の対応に追われたレーダー管制は、エアブルー202便をタワーに移管したが、タワー管制官は機影を見失っていた。タワーに、レーダーは、装備されていないので、内戦で、レーダー管制に情報を求めた。202便に注意を向けたレーダー管制は、同機が、飛行禁止区域に接近していることに気づき、すぐに左旋回を指示するよう伝えた。 同期が左旋回したので飛行禁止区域は避けたが、山岳に接近していると気づいたためレーダー完成は、引き続き警戒し、タワーに地表が視認できているか聞き、視認できていなければ、すぐに上昇させるように伝えた。タワーが202便に空港を視認しているかどうかを聞くと、一度は返答がなかった。その後、もう一度地表を視認しているかと聞くと、 死認していると返答されたので管制官はひとまず安堵した。内戦による連絡は続いており、その後タワーはレーダーからの指示です。すぐに左旋回してください。と更新したが、その時すでに同期は墜落していた。衝突したマルガラ丘陵パキスタン民間航空局は事故調査委員会を発足した。エアバスは技術面で 全面支援すること表明し、6名を現地に派遣した。ブラックボックスは、事故から3日後の31日に回収され、データ解読のため、フランス航空事故調査局に送られ、離陸から墜落までの全フライトデータ及び、コクピット音声記録が明らかになった。翌2011年11月、カは、報告書をまとめ、この事故を、自ら招いた。 危険な環境において優れた判断力も職務上必要な技術力も発揮できなかったことによるクフィット事故である。悪天候の中で着陸を試みるうちにパイロットは重大な手順違反や安全基準無視を重ね、その結果危険な地形上を低高度において危機的状況に時期をさらした。と結論付けた。 特に機長のパイロットとしての能力の欠落については、滑走路12に決められた着陸手順を取らなかったこと、管制官からの指示を無視したり、呼びかけに適切に応じなかったこと、21回も継続して鳴っていた、対地接近警報装置の警告を無視して、規定の回避操作を最後まで取らなかったことを挙げた。また、副操縦士を高圧的な口調や失跡で萎縮させて、 しまった結果、CRM の考えにのっとって、基調の違反行為やミスを訂正しようとする、副操縦士の能動性が欠如していた点も、危機的状況を脱することができなかった一因とされた。一方で、遺族代表と一部の専門家からは、この報告書の透明性や信用性に、疑問の声が上がった。ボイスレコーダーの情報のみに頼りすぎていること。 当事者であるエアブルーヤカが自己調査の主体になっていることなどがそうである。ありがとうございます。